テンさんおはようございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ステージのディレクター松島です。じゃあタイム。タイムね。マジマジしごや。オッケー。で、なんかアクション。ワンワンアクション。イエス。で、オッケー。ハイファイブを하는거죠? 네, 하이파이브 하시고요. 오케이. 네, ここまで. 네, ここ来たら. 不良役のとってもキャラクターの違う不良役シーンと、あともう一つは上げてください。はい、はい、罰が多いですね。そうですね、罰がちょっと多いみたいですけどね。さあ正解はどうなんでしょうか。ソミンさんお願いします。そうだったんですね。食べました、ね、食べましたか。どうでしたか味は。あ、美味しいです。日本語上手です。日本語上手ですね。確か昨日は食べなかったんですね。何だったんですか。まだ食べなくて。大好物なのに。はい。はい。というようなことで。上がっていかれるだね。で、センターが一されるで、一緒に。で、パッチ。ボルトリオ。で、だから。インタビュー먼저하셨나요혹시뭐현주씨인터뷰잘해てますか뭐아니요하지않았어요아그래요안타깝다그거에따라대답이달라지는데자네それによって私の答えが変わるんですけど저는조금
꽤 오랜 기간 함께 했는데도 어떤 사람인지 모르겠어요, 아직. 정확하게. 누구나 그렇겠지만. 그래서 아마 되게 많은 분들이 좋아하시고 팬도 굉장히 많잖아요. 그런 이유가 아닐까 싶어요. 되게 그냥 말썽꾸러기 꼬마 남자아이 같은 모습만 거의 비춰지는데 알면 알수록 그렇지 않은 모습들이 되게 많아서 되게 배려심도 깊고 그래서 아마 그런 의외의 모습들이 많은 사람이어서 되게 그렇게 사람들이 좋아하지 않을까 싶어요. 오하요 고자이마스. 아타시와 정수민 데스. 제가 두 번째 일적으로 일본 방문한 건데요. 장난스러운 키스 이제 지금 팬미팅 전이거든요. 그래서 너무 설레고 떨리고 빨리 만나 뵙고 싶고 되게 부족하지만 나름은 되게 노래 연습도 열심히 했거든요. 이런 기회도 없을 것 같아서 같이 재밌게 즐겨주셨으면 좋겠고 또 방송 이제 곧 얼마 안 남았는데 되게 뭐라 해야지 열심히 촬영했고 또 되게 행복한 마음을 가질 수 있는 그런 드라마니까요. 여러분도 같이 행복해지셨으면 좋겠습니다. 맞다. 장난스러운 패스 키스 첫 팬미팅이자 이제 방송 기념으로 이런 팬미팅을 하게 됐는데 너무 설레이고 장난스러운 패스 많은 분들이 봐주시고 재밌게 봐주셨으면 좋겠습니다. ではね、これからいろいろとドラマのことについてお伺いしていきたいと思います。もうすごい歓声でしたけれどもね、ヒョンジュンさん、ね、大阪のお客様いかがですか？いいですね、まで笑いが取れる、かっこいい。ね、あ、大阪へ어젯밤에도착했는데이제오랜만에뵙는것같아요大阪팬분들은그죠？大阪には昨晩到着しました。大阪のファンの皆さんとは久しぶりにお会いする気がします。そうですよね。네、いいんですよ、好きに反応して自由ですからね。네、제가꽃보다남자도그렇고이벤트를여러번하면서처음으로이렇게땀을안흘릴수있는공연이지않을까싶어요。今まで僕はですね、花より団子ですとかいろいろなイベントをしてきましたけれども、今回はきっと汗を流さずに済むイベントになるんじゃないかなと思います。ダンス記憶がないから。それはちょっと嬉しいってことですか？ね、あ、기쁘지않아요。あ、うれしい、嬉しいっていうことではないです。ね、그래서아여러분들한테너무죄송해요막이렇게땀흘린모습을못보여드리고이렇게편안한모습만오늘보여드리게될것같아서네너무죄송하고다음에는좀더두배로흘릴수있는무대를들고오겠습니다。
ですから今回は皆さんにちょっと申し訳ないなと思っているわけです。今回は汗を流すそういう舞台にはなりそうのにないので少し今までよりは楽なスタイル、イベントかもしれないので汗を流さないという意味ではです。ですから今回はそうであるとしてもまたこの次に今回汗を流さない分2倍汗を流すようなそんなまたステージをお見せしたいと思います。いやいや、ね、汗は見られないですけれども、ね、その分楽しいトークで盛り上げていっていただきたいです、はいまあ、次回に撮っておいていただきましょうね。はい、それではソミンさんは大阪というか日本が何回目なんでしたっけ。저는개인적으로세번째인데일적으로오는거는두번째고요。はい、個人的には3度目なんですけれども仕事として来るのは 2回目です。と大阪は初めてですか。はい、初めてです。どうですかって言ってもそんなわからないですよね。どうですか。저는현준씨보다조금일찍도착을했거든요。그래서같이온스태프들이랑오사카일대를정말많이돌아다니면서되게또즐겁게여행좀작은여행을한것같아요。実はですね、私はキム・ヒョンジュンさんよりも少し早く大阪に到着しましたので、スタッフのみんなと一緒に大阪のあちこちを行って、いろんなものを見て歩きました。ですからちょっとした小旅行ができたかなと思います。何か食べましたか。はい、焼きそばとねえ、うどんと。あ、はい、そうですか。ちょっとこのトークの中にですね、後々クイズをするんですけども、ちょっとヒントが出てくるかもしれないですね。ごめんなさい。いや、そんなところも可愛いので大丈夫です。お二人が同じベッドで寝るシーン、寝相悪かったですよね、ハニちゃん。ねえ、あれは実際ソミンさんって寝相悪いですか。어릴때는정말심해서거꾸로누워서일어나거나바닥에서일어나고이런적도많았거든요。근데지금은전혀다고쳤으니까요、취직할수있어요。예、そんなことありません。もちろんちっちゃい時はですね、起きたら頭が反対方向に向いて逆さまになって起きたり、ある時は床に寝てたりということもありましたけれども、それもちゃんと治りましたので、もういつでもお嫁に行けます。もう準備万端ですね。はい、ヒョンジュンさんはテニスをするシーンもありましたよね。ポロシャツがまたこんなに似合う男性はいないと思うんですけども、テニスの方はやったことってあったんですか。テニス같은경우는이제장난스러운기술을하면서처음해보는스포츠였어요。그래서여러분들이지금속고계시겠지만그잘치는부분은 CG 예요。 네、아그거를잘몰라주시고잘치신다고하니까되게속으로부담되셨어요。実はですね、テニスというスポーツは今回のいたずらなキスを通して初めて経験する、そんなスポーツでした。皆さんおそらくドラマをご覧になってうまく騙されてくださってると思うんですが、すごくうまく打ててるところは CG です。で、皆さんがそれに騙されて、あ、上手ですねって言ってくださるのをちょっと心が痛みもしましたけど。そうですか。じゃあソーミンさんはどのシーンがこれというシーンをありますか。저는씬자체보다제가좀촬영중에에피소드조금생각나는게있다면늘좀많이얘기를했긴한데아직좀서먹한그런시기에같이이제공부를하다가잠이드는장면이있었어요。근데많이피곤하셨는지실제로주무시더라고요。 그리고이거는저밖에못들어서지금얘기하면폭로인데코를조금고셨어요。그래서그러고나서조금친해지기도했고놀리기도하면서그때좀친해지는계기가됐어서되게저는인상깊게저한테남아있는것같아요。そうですね、これは印象的なシーンというよりも撮影中のちょっとしたエピソードなんですけれども、今でも思い出すことで、ちょっと今まで何度かお話ししたこともあるんですが、まだキム・ヒョンジュンさんともさほど親しくなかったまだ序盤の頃に一緒に2人で勉強をしていて眠ってしまうというシーンがありました。
その撮影の際に実は金ヒョンジュンさんは本当に眠ってしまったんですね。これは実はですね、ちょっとした暴露なんですけれども、私にしか聞こえなかったんですが、軽くちょっといびきをかいていました。でもそれをきっかけにしてちょっとからかったりということで、ヒョンジュンさんと親しくなれた、そんなきっかけになったので、自分にとってはとても印象的なシーンです。どんないびきでした？ね、새끼고양이처럼이렇게그런걸그그런그런거린다그랬나되게조그맣게저밖에못들었거든요바로옆에저만있어서本当にです。例えるなら、子猫が息をしているような、本当にすぐ横にいた私にしか聞こえないぐらいなかすかないびきでした。いいですね。ソーミンさんだけ聞こえたんですね。聞かれちゃいましたけど、ヒョンジュンさん、いびきを。제가코를잘골지않는그건골지않는편인데제가학생때의외책상에서자보는게처음이었어요오랜만에책상에서잡아서그렇지않을까네그랬지않았을까요그리고그때모든스텝이현중이연기잘하네라고 하셨어요そうですね、僕はもともとあんまりいびきかかない方なんですけれども、実際に学生だった頃以来で久々に机に腐って、寝たので、もしかするといびきをかいちゃったんじゃないかなと思います。実際あのシーンの時はスタッフのみんなが、ああ、ヒョンジュン本当に演技がうまいねって褒めてくれました。いたずらなキスの中には妄想シーンがたくさん出てくると思いますけれども、ここで1話の素敵な妄想シーンの映像をご覧いただきましょう。동물들은고백할때춤을춰춤응물고기도새도펭귄도하다못해초파리까지동물들은고백할때춤을추지구애춤구애춤1話の素敵な妄想シーンでしたけど、あのバレリーナの格好がまたソミンさんお似合いでしたけど、バレエをされていたんですよね。あ、제가초등학교부터중학교때까지발레를했었고요그뒤에고등학교때사실연기하기전에한국무용을전공을했었어요그래서예はい、小学校から中学校まではバレエをクラシックバレエをしていました。そして高校に入って実際にこういった演技の仕事、女優の仕事をする前までは韓国の舞踊もしていました。ヒョンジュンさんは今ご覧になったシーン、何か印象深いことってありますか？今の映像で寝てました今。最近は目を開けながら寝る術を覚えたとか。今ねえ。あ、저는딴딴생각을했어요。実は他事を考えてました。このイベント中にですか？これイタキスのイベントですよ。
네아니아니그게아니라뭐생각하는지아저신을찍을때아제스텝중에서누가신발을잊어버렸는데누구였더라이생각하고있었거든というのはですね、あのシーンをちょうど撮ってる時にスタッフの誰かが靴をなくしたはずなんだけど誰だったかなって、さすがキムヒョンジュンさん、やっぱりもうその辺の人と違うところが魅力の一つですよね。さあ続いてまいりましょう。5話ではおはにのこんな妄想シーンもありました。こちらご覧ください。あ、あに지금이걸영화에서나자주보던바로그거나를봐내눈을봐오직당신밖에모르는내눈동자를보란말이다아니요두마음을품을수있는심장이제겐없어요그럼할수없지힘으로사랑이아닌사랑으로당신을내사랑으로만들수밖에멈춰라안돼요하지말아요그러다당신을잃을까두려워요겁쟁이는몇번이나죽지만사나이는단한번죽는법당신을위해죽는다면그건내게죽음이아니라사랑이야ですけどどれぐらい練習したんですか？あの戦いは。저는당일날연습을했었어요시간이많이쫓겨가지고요네그럼에도불구하고아시안감독님들이너무열심히가르쳐주셔서또봉준구로나오신이태동씨가 너무열심히같이합을맞춰주셔서이렇게멋진신이나왔던것같아요그리고저신을찍을때여러분들은모르시겠지만저장소가이제꽃보다남자찍을때제가바이올린을키던그같은장소였어요그래서1년만에돌아온장소에서바이올린이아닌칼을잡고연기를해서되게기분이이상했어요実はですね、時間にとても追われていたので、当日現場に行って練習をしたんですね。でもアクションを担当している監督が、本当に一生懸命うまく教えてくれましたし、また相手役で、ボン・ジュング役を演じていたキム・テソンさんも本当に頑張ってうまく合わせてくれたので、とてもいいシーンが撮れたんじゃないかなって思います。そして、皆さんお気づきになったかどうか分かりませんが、実はあのシーンを撮っている場所というのは、花より団子で、僕がバイオリンを弾いていたそんな場所だったんですね。同じ場所です。ですからほぼ1年ぶりに今度はバイオリンではなく刀を手にしてあの場に立ってちょっと妙な気分がしました。イテソンさんと戦ったところはザ・ガーデン BCG だ韓国式だ失礼しました。韓国式と西洋式を合わせた庭園なんか有名なデートスポットなんですか？ガーデン BCG初めて聞いたような顔が、ね、あれ場所合ってますよね。あね遠い目をしている솔직히유명한건잘모르겠고 솔직히유명한どうかはよくわかりません。そうですよね。ここでロケしますって言ったから行ったんですもんね。ね、じゃあ앞으로유명해져야죠많이今後有名にならないとね
頑張りましょう。さあ、じゃあヒョンジュンさんの夢も聞きたいですよね。どんな夢見てるんでしょうね。まあ、夢の話する前に拍手が。最近見た夢で印象深かった、それとも覚えてないぐらいですかね。최근에꾼거는이제여기공연장리허설끝내놓고낮잠을잠깐잤었어요대기실에서그런데이제스태프분들이불을다꺼고저혼자남겨놓고이제다나가셨는데제가꿈속에서납치를당한거예요그래서어디컨테이너에들어가게됐는데그때제가꿈에서깼어요그리고제가저희집천장이아닌다른대기실이라는걸입고있어서순간깜짝놀랐었어요本当に一番最近見た夢なんですけれども、先ほどこの公演会場に来てリハーサルを終えた後で楽屋でちょっと昼寝をしたんですね。でスタッフのみんなが気を利かして明かりを消してみんな外に出てくれました。そして夢を見たんですけれども、その夢の中で自分が拉致されてコンテナに閉じ込められるというところで目が覚めました。ただ目が覚めた瞬間に天井を見たら自分の家ではない、見たことのない天井なので一瞬ドキッとしました。아요즘들어좀이상한꿈많이꾸는것같아요그러니까정상적인꿈이아닌정말주제가조금막괴물도나오고요즘에네새로나온만화책들을너무많이빌려봐서그런것같아요そうですね、最近本当に変な夢を見ることが多いなと思います。普通の夢じゃなくて、例えば時として怪物が出てきたり、これはきっとおそらく新しく出た漫画をちょっと借りて見てるからかなって思います。スンジョはハニを好きなくせにだいぶ意地悪をしていたけれど、ストレートな恋愛をしそうなヒョンジュンさん、俺ならこんなことは絶対しないという場面はどこでしたか。커플티입는걸제가엄청싫어해요 네, 네可愛かった네아너무커플로서할수있는건이제커플링정도로서만족하지커플티나커플신발이런거는제가도저히못봐주겠어가지고네참싫어하는편이에요예そうですね絶対自分ならペアルックはしないですね。でペアでしていいのはもう指輪ぐらいかなと思うので、指輪でお揃いになれば十分なので、ペアルックで T シャツを合わせたり靴を合わせたりということは自分だったら絶対しないし好きじゃないです。お揃い持ちたいんですけどね、好きな人とね。そうですか、嫌だったんですね。あのカップル T シャツ似合ってましたよ。아그때 백승조だから俺は違う。もし結婚相手がおはに並みに料理が下手だったらどうしますか。我慢して食べますか、それとも外食しちゃいますか。제가솔직히말해서사랑하는여자가만들어준요리가맛이없었을때는솔직히세번에서두번은먹겠지만이제나중에시간이갈수록외식을자주이렇게권유할것같아요네솔직히그래서이제외식주의자로좀바꾸려고노력할것같아요솔직히言って愛してる女の人が料理があまり上手じゃなかった、美味しくなかったとしたら、最初の 2,3 回はやっぱり食べると思うんですけれども、時間が経つにつれて徐々に、外食するのはどうって相手に勧めると思います、そういう形で相手も一緒に外食主義者にしていこうと思います。相手を傷つけずにうまくこっちのペースに持っていくということですね。그리고솔직히제가이제혼자살다보니까뭘만들어먹는것보다시켜먹는게더싸고맛있더라고요네몸에는좀안좋겠지만그만큼또운동으로하면되니까で僕自身実際に一人暮らしが長いので、自分で何か作って食べるというよりも、オーダーをして、デリバリーを頼んでということが多いんですね。その方が実際に自分で作って、食べるというよりも安くて美味しいものが食べられると思います、もしかすると体には悪いのかもしれませんけれども、その分運動をしっかりすれば大丈夫かなって思います。そうなんですね。おはに並みに料理が下手って言ってしまいましたけど、ね、ソミンさん普段はお上手ですもんね。
요리는요아니요잘하지못하고요계란말이는잘하고요 라면은맛있게잘끓이고요그리고결혼할때는신부서받을거니까 料理はあんまり上手じゃありません。ただ卵焼きは上手に焼けますし、ラーメンも美味しく作れます。で、結婚するっていうことになればその前に花嫁修行をちゃんとしますので。まだ22歳ですもんね。あ、23歳、韓国の年で23歳ですね、はい、これからですもん。あの卵焼きができたらもう料理のスタートだと思いますから大丈夫ですよね。次はですね、連想ゲームでお楽しみいただきたいと思います。最初のお題は卒業。卒業といえば何を思い浮かべますでしょうか。お書きください。さあ何でしょう。卒業といえばヒョンジュンさん考えてますね。質問聞こえてますよね。大丈夫ですよね。大丈夫かな。大丈夫。ソミさんもう終わりました、はい、さあね、卒業といってもいろいろありますからね。さあ何でしょうか。皆さんも思い浮かべました。大丈夫かな。ヒョンジュさん結構かかりますね。ここでどんな字を書くのかっていうのもね、ちょっと楽しみですよね。お二人の字がわかる。さあそれでは出していただきましょうか。一斉の背で出します。せーの、どうぞ。ヒョンジュンさん、なんて書いてありますか。読んでください。ジャジャンミョン。ジャジャメン。ソミンさんはハクサモン。博士帽ですね、あの四角の。あ、なるほど。すいません、あのヒョンジュンさんこれあのですね、ソミンさんにちょっと難題かもしれないですよね。ヒョンジュンさんと同じ答えにするのは至難の技だと思いますけど、ジャジャー麺と思った方、ちなみに、あ、本当にすごい。なんでジャジャー麺ですか。ね、韓国에서는졸업식때자장면을많이먹어요가족들이랑우리가족만그랬나모르겠지만아니요옛날에는 많은짜장면이되게비싸고귀한음식이어서졸업식날이렇게이벤트처럼가족들끼리다먹는그런문화가있었어요근데요즘엔잘안먹죠 네현준さん이와그한국では卒業式の日は家族と一緒にジャジャ麺を食べに行くってそういう思いがあったのでジャジャ麺と書きました。ソミンさん曰く、もちろん韓国には昔かつてはジャジャ麺もまだ高くて大切な結構貴重な食べ物だったので、卒業式の時には家族と一緒に食べるという習慣はありましたけれども、最近はそんなことありませんよ世代ギャップですか。じゃあ今のはなかったことにして次行きましょうかね。次、じゃあ今のなかったことで次行きますよ。では2問目、手紙といえば、手紙といえば何でしょう。さあ考えてください。どうぞ。手紙。もうソミンさん書いてますね。早い。何でも早い方ですか。食べたり用意したり。マイク。아니요그렇지않은데이거는그냥들으면바로생각나는거쓰면되니까예아니そんなことはないんですけれども、この場合は言葉を聞いてそれから思い浮かべることをすぐ思い浮かんだことを書けばいいので。そうですよ。ヒョンジュンさん、そんなに考え込まないでくださいね。また誰も当たらなくなっちゃいますから。ヒョンジュンさん、変えたんですか。さあ手紙といえば何でしょうか。いいですか。はいいいですね。それでは出していただきましょう。どうぞ。じゃん。ヒョンジュさんは何でしょうか。告白。告白。鉛筆。鉛筆。ああ
ここはちょっと告白かなと思ったんですけど、ソミンさん鉛筆でしたか。あ、そっか。鉛筆で手紙書きます最近。그게아니라편지하면 난데웃는데스까 그러니까연필로손글씨쓰는편지쓸때그게좀맛인것같아서그연필의느낌을좋아하거든요そうですね、あの鉛筆で書くときのその書き心地っていうもの、それがとても好きなので、手紙を書くときは鉛筆で書くのがいいかなって思います。ヒョンジュンさんの書き直しましたよね。前は鉛筆って書いてたんじゃないですか。違います。あにゃあにゃ、저는청첩장청첩장청첩장결혼식때나눠준で、最初はですね、招待状ですね、あの例えば結婚式とかにお招きしますっていう、招待状。なるほどね。역시세대차이가나니까저희친구들이결혼을하나둘하기시작하더라고요。やっぱりあの世代の違いがあるかもしれません。というのも僕の友達はそろそろみんな結婚し始めてるんですよね。そうですね。なかなかこれは合わせるの難しいですね。ねえ、息が合ってないわけじゃないと思うんですけど、じゃあ仕切り直して次行きましょうか。これはどうかな、これはちょっと合うんじゃないかな。夏といえば夏、夏ね。あ、ヒョンジュさん早い、珍しく早い。なんでしょう。じゃあ出していただきましょう、どうぞ。読んでください。バダ、海、海。ソミさんはトウィ、暑さ。そうきたか。私も海ってくるかなと思ったけど、今度ソミンさんが難しくなってきたぞ。じゃあ次行きましょうか。続いてスポーツといえば、スポーツといえば、スポーツといえば何でしょう。ああ、これはちょっとね、もしかしたら息が合うんじゃないかな。どうかな。ん、ヒョンジュさん何ですか。さえ、あ、書きました。あ、書きました、書きました。あ、失礼しました。では出してください、どうぞ。じゃん。テニス。ソミンさんはサッカー。ここはね、ヒョンジュンさんサッカー大好きですよね。ね、제가축구를좋아하는데또생각을했는데또정소민씨랑이제드라마에서테니스를같이쳤기때문에그추억을기억하고있을줄알았는데다까먹었네요。そうです、僕自身はサッカーが好きなんですけれども、ソミンさんとはドラマの中で一緒にテニスをしたので、そっちの方を覚えてるんじゃないかなと思ったんですけど、全部忘れちゃったみたいですね。いや、아니고저는축구좋아하는걸알거든요。그래서일부러축구썼거든요。いや、そうじゃなくて、私はヒョンジュンさんがサッカー好きだっていうことを知ってたのでサッカーを書いたんですけど。まあ、もう二人とも気を使いすぎてね、お互いにこう気を使いちゃったんですね。じゃあ次、今一個も合ってないですよね、今のところ。さあ続いては、これはいいかもしれない、日本の観光スポットといえば、さあズバリどこでしょう、観光スポット。じゃ、はい、せーの。ヒョンジュンさんは温泉、温泉、温泉。大阪。大阪。ああ、これちょっと。大阪。ソミンさんの方が大人なのかどうなんでしょうかね。ちょっとこれ出題が悪かった、私のせいです、すいません。ちょっとね、難しかったですね。観光スポットってなんか場所の名前来るかなと思ったらね、難しかったね。大阪もいいでしょ。大阪の温泉。大阪はたこ焼き。じゃあ今のなし、次行きます。じゃあこれはどうかな、日本の方におすすめしたい韓国の観光スポット、これでどうだ。
これだったらいけるんじゃないですか、お二人とも。じゃその理由も教えてくれると嬉しいですね。じゃあいいですか、はい、はい、ヒョンジュンさんだんだん乗ってきましたね、はい、はい、顔が生き生きしてる。じゃあせーのどうぞ。ナムサン。ナムサン。サムチョンドン。サムチョンドン。なるほどね。サムチョンドン。わかる？わかっていますか？サムチョンドンは知ってる人。ああ。ねえ。ヒョンジュンさん、ナムサンのどんなとこがおすすめですか？남산에서도분명히이제한인씨랑촬영을했을텐데 입고있었나봐요네남산でもちゃんとあの한이ちゃんと一緒に撮影をしたんですけどそれも忘れてるっぽいですね삼청동에서도촬영을했거든요그것도첫야외촬영이요네삼촌동でも私たちは撮影しました。それも初めてのロケでしたよいいですね。この応戦好きですよ。いいですよ。どんどんやってください。そうですか。一つも合ってない。じゃあ次、次。これでどうかな。韓国の定番料理といえば、定番料理といえば。はい。いいですか。いいです。はい。ため息混じりのいいですが出ました。ソミンさんは。はい。せーの、どうぞ。何ですか。ブルゴギ。あ、ブルゴギ、焼肉ですね。キムチ。キムチ。ということで皆さん結果お分かりの通り、ね、息ぴったりのお二人でした、ね。ありがとうございました。連想ゲームお楽しみいただきました。뭐하는거지아노래죠네오랜만에팬들보니까너무좋고그래도이런와중에밝은모습들을보니까아되게저도많은힘이되는것같아요처음알았네기촌수받았어요잘가세요고생하셨습니다지금이따가호텔어디야호텔갑자기아진짜고생하셨습니다고생하셨また衣装を変えて素敵ですねお二人ともね。あのヒョンチュンさんは髪の毛が前髪が降りてる時も素敵ですけど立ってる姿も素敵ですよね。ね前髪がね。여러분들멀리계신분들은이제알지모를지모르겠지만이번앨범으로서이제소년에서소년에서남자다운이미지를보여드리기위해서열심히운동도하고그래서조금좀남자다워지지않았나생각을해요
ね、もしかしてちょっと遠くに座ってらっしゃる方はあまりよく見えないかもしれませんがです、今までのですねイメージをちょっと変えようと思いまして、今までの少年っぽい姿から、今度の新しく出るアルバムを機にですね男らしい姿になろうということで、一生懸命運動もしまして、今までよりもちょっと男らしくなってるんじゃないかなって思うんですが、うん、あ、分かっていますこれがヒョンジュンさん節ですねそうですってではソミンさんは、저는유튜브특별판은다들보셔서어떤신인지아마아실텐데제가간호사가되고나서주사를놓는신이있어요그런데개인적으로조금긴장을했었나봐요주사라는뾰족한거를들고있어서바늘을들고있다는거에너무긴장을해서정말신에서만그냥눈을감고이렇게찌르면되는데제가눈을정말감고찔러버린거예요그래서앞에계시던배우분의팔에정말제가바늘을찔렀어요그래서방송사고였죠어떻게보면은촬영중사고가난거예요저때문에그래서되게당황했었고너무너무미안해서어쩔줄을몰라했던기억이있어요皆さんおそらくYouTube 版の特別版をご覧になっている方も多いと思うので、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、私が実際に、看護師になった後、注射をするというシーンがありました。その時は本当にとても緊張していました。やっぱり注射という鋭い針のあるものを持っていたので緊張していたんですが、そのシーンは私が目をつぶって思い切って注射をするというシーンだったんですけれども、実際に私が演技する時本当に目をつぶってえいって刺してしまった。そしたら前にいた俳優さんの腕に本当に刺しちゃったんですね。である意味それは放送事故なのかもしれませんけれども、私自身もとっても戸惑って、あ、申し訳ないと思った、そんなシーンでした。大丈夫でした。네네、막심하게그렇게된건아니에요。그냥피가조금나고그끝났어요。はい、大丈夫でした。さほどひどいことにはならず、ちょっと血が出たぐらいでした。まあこの笑顔で言われたらね、なんか大丈夫だった気がしますね。네、엄청미안하다고100번대사죄를했고요。보고계시면제가맛있는거꼭사드릴게요。本当にもう本当に本当に申し訳ありませんと100回ぐらい謝りましたし、もしこの今回のこのイベントの映像を見ていらっしゃるんであれば、今度ちゃんと美味しいものをご馳走しますね表情がコロコロ変わって可愛いんですよね。2話だったと思うんですけど、このうんとして唇がピュッてなってるあの顔が私大好きです。今ちょっとやってみてもらってもいいですか？すいません、無茶ぶりを今してみて挑戦してみてます覚えてますか、どんなシーンか。マイク持ってましょうか。はい3、2、1かわいいですね。印象深かったのは第3話でスンジョがハニをおんぶするシーンありましたよね。あそこ羨ましかったですよね。ねえ、どんな気持ちだったのかぜひ聞いてみようと思って。ソミンさんどうでしたか？どうでしたかっていうのも、おんぶする気持ち、まず男性の気持ちを聞きたいです。ねえ、ソミン氏が워낙작고가벼워서초반에는너무연기하기가쉬웠어요。하지만뭐수십번의 NG 가있고다리가아파오고그러면조금씩힘들었었는데，네，뭐소민씨랑은없거나이렇게키스라기보다도이렇게직적적인스킨십보다도이렇게업고들고안고이런아기자기한씬이많았어요。네、그런부분이좀이드라마가조금더로맨틱하고순수한드라마로만들지않았나생각해요。ソミンさんはやはり小柄で軽かったので、私もとても演技がしやすかったです。ただあのシーンに関してはやはり数十回 NG が出て、最初はそうでもなくてもどんどん足も痛くなり大変な撮影ではありました。
このドラマの中において2人は、おんぶするとかということですから直接的にキスとか直接的なスキンシップよりもああやっておんぶをしたり持ち上げたり座ったりと、本当に仲睦まじい様子が描かれているので、このドラマがとてもロマンチックにそしてピュアな感じで描かれているんじゃないかなと思います。なるほどね。ソミンさんはいかがでしたか。おんぶされる気持ち回想してますね。思い出してます。아뭐라고말할수없으면 그때마다너무너무미안하고 그현중씨의승조의컨디션을살피게되고눈치를보게되고 다리가아프진않은지어깨가아프진않은지 굉장히살피게됐고요그리고되게저의몸무게변화라든지그런거에도저보다되게예민해지시더라고요그래서막두번째세번째업고할때는소민씨더가벼워졌는데요이러고뭐어쩔때는얘좀전보다무겁다거나이렇게저보다더예민하게말을해주시더라고요ですね、本当に言葉では表現できないほどに本当に申し訳ないなって思いました。スンジョがずっとこうやって何度も何度もおぶってるけど大丈夫かなって彼の様子を伺ったり顔色を伺いながら足は痛くないだろうか肩は痛くないだろうかってすごく気になりました。で、しまいにはですね、私よりもヒョンジュンさんの方が私の体重の変化に敏感になってきまして、最初の方はおんぶしたりするシーンがあってもソンミンちゃん前より軽くなったんじゃないのなんて言ってたのが次第にまた持ち上げたりおんぶしたりするシーンが来ると前よりちょっと重くなったんじゃないなんて私よりも敏感に察知してました。ヒョンジュンさんが体重計のようですね。羨ましいですね。ねえでもヒョンジュンさんのことですからただじゃねおんぶしないきっと鍛えてらしたんですよね。おんぶしながらねこの辺を。この間は何でしょう。ね、솔직히もうソミン氏が무거우면또얼만큼무겁겠어요。もう제가남자입장으로서그냥장난으로무겁다고한거지진짜로무거웠던적은몇번없던것같아요 던진적도있어요 안고있다가 무거운게 촬영끝나자마자 컷 이렇게 떨어뜨린 적 있어요。正直ですね、重いと言ってもソミンちゃんですからね、そんな大して重くはありません。僕も男ですから。ですから冗談で、ちょっと重いなって言ったことはありますけれども、本当に真剣にああ重たって言ったのは数回しかなかったと思います。で、ソミンちゃん曰く、でも実際に投げ出されたこともあります。実際に抱き上げててその撮影のカットがかかるや否やポンと投げ出して、ああしんどいと言ったこともありました。汗かきましたか。땀보다짜증났어요 뭐 汗よりもちょっとイラッとしました。아冗談아冗談冗談冗談ということで1話の妄想シーンでしたが、ヒョンジュンさんはこのこっちの角度からのスローモーションが素敵ですよね。ね、あそこ素敵でしたよね。ね、지금생각한건데조금손가락표현을좀다르게줬더라면좀좋지않았나생각을했어요。今見ながら思ってたことなんですけれども、指の動きをもうちょっと変えた方が良かったかななんて思いました。지금저기서보다보면은이제손가락을이렇게내밀었는데今の映像の中ではこういうふうに指を差し出しましたか。이게더낫지않았을까。手の動きが良かったじゃないかなって。うわ、こうやって撮った後にもこうすればよかった。なんて向上心がある。이게좀더왕자같지않았을까。こっちの方が男らしかったんじゃないかなって思います。あ、そうで、ちょっとしたところで変わるんですね、印象ってね。こっちから出すか、こっちから出すか。그렇죠。제가저때는많이생각을못했던것들이모니터를하면서이제조금더발전을시킬수있겠다생각을하네요。
そうですね、あの時自分では気づかなかったことをこうやってモニターとして見てるとあ、こうした方が良かったなってより発展していけるような気がします。もう1話から16話まで全部一緒に見て、ああでもこうすれば良かったってね、聞きたいですよね、そんな時間があればね。じゃあ次行きますね。ヒョンジュンさんはドラマ撮影中に痩せられましたが、何キロぐらい痩せちゃったのですか？ちなみに現在の体重は？なんかまたあの筋トレをされたような気がしますが、筋肉が。ね、ドラマ찍을때당시에4kg 정도빠졌었고요。지금은다시드라마찍었을때보다 5kg 가쪘어요。뭐살이찐것도있겠지만좀남자다운모습을보여드리기위해서열심히운동하고있는데요。그게살일지근육일지는언젠가는보여드리겠죠。ドラマを撮っている時は4キロほど痩せました。今はそのドラマを撮っている当時から考えるとまた5キロ増えまして、まあ太ったということもあるかと思うんですが、また男らしい姿をお見せしようということで今一生懸命運動をしてますので、それが太ったお肉なのか筋肉なのかは皆さんにいずれ分かっていただける日が来ると思います。ね、いずれ分かるということは？아오사카이상한데요오사카는뭔가묘한感じですね。아좋아요저이런거좋아해요。とてもこういうの好きです。よかった、好きですって。아네조만간좀남자다운모습을 어딘가에서는꼭보여드리지않을까생각해요。本当に遠からず皆さんに男らしい姿を見ていただけるんじゃないかなと思います。楽しみですね。いたずらなキッス連想ゲームということで、ここでちょっとですね準備をさせていただきます。何やら出てきました。なんで笑いました？なんか面白かった？あ、さすが自分のことは自分でね、大人ですよね。お二人にお題を出します。そのワードについて一番思い浮かぶことを連想することを書いていただきます。かっこいい。あ、じゃあ進めていただいてもいいですよ。あ、あかねん、사실이게임에서이제1회에오신분들은알겠지만소민씨랑한문제도못맞췄어요。実はですね、このコーナーを進めながら昼の部をご覧になった方はご存知かと思いますが、実はソンミンさんと一度も答えがマッチしたことがありませんでした。이번에는두문제이상맞춰보도록하겠습니다。今回は2問以上は2人で一緒の答えを書いてみたいと思います。はい、今ヒョンジュンさんがおっしゃってくださったんですけど、今からワードを出します。それでそれから連想する言葉がぴったりだったら2人の息がぴったりということなんですけども、さっきはね1個も当たらなかったんですよね。次はどうでしょうかね。意気込みはヒョンジュンさん。네제가여기서두문제이상못맞추면은ここで2問以上合わせられなかったら제가공식사이트에네를녹음해서올리겠습니다。僕の公式サイトにねっていうのを録音しますね。本当にいいですか、ヒョンジュンさん。本当に？네。はい。まあ男に二言はありませんよ。大丈夫ですか？じゃあ。はい。じゃあすごい。では二問以上ですね。두문제이상。はい。はい。わかりました。さあでも結構難しいんですよね。また難しいの用意しちゃったんですよね。さあでは行きますよ。準備はよろしいですか？はい。それでは最初の問題です。最初は学校といえば。学校といえば何を思い浮かべますか？もう後ろ姿がいいですね、ヒョンジュンさん、気合が入ってますね。背中が男らしい。あ、学校。あ、学校、学校。さあいかがでしょうかね。えソミンさんはもう学校、高校もう最近でしたもんね。ね、はい、そうです。そうですね。
はい、ため息まじりによろしいでしょうか。さあそれではオープン。じゃん。何ですか。勉強。勉強。ソミさん。ペウン。あ、これは学びということなので一緒じゃないかな。表現が違うだけですね。まさかの初めて。初めての。通信特化組か。ヒョンジュンさん意外な顔されてますけど。あ、もう맞는건가요그러면これで一緒っていうことで大丈夫ですか。あ、え、全く一緒じゃなきゃダメですか先輩。그아なぜ그러면마음과엄마는다른뜻인가요どうしましょう。これこれ OK で。これはどうしますか。알았어オッケー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 。違うということを。じゃあ次。はいはいはい、わかりました。ありがとうございます。はい、続いては春といえば、春、春といえば何を思い浮かべますでしょうか。もう気合の入れようが違いますね。お昼とはね違いますね。ボンおソミンさんはすごいすごい日本語ですね。あ、そっか。一時間あげましょうか。日本語？日本語で？難しいじゃないの日本語。日本語難しい。ヒョンジュンさん韓国語でも日本語すごい真剣ですね。ヒョンジュンさん真剣ですね。おー、あれ2つ以上当たったら着ボイス、当たらなかったらじゃ、あ、そっかそっかそっか。じゃあいいですか、せーのどうぞ。はい、桜ですね、2つは。桜、ヒョンジュンさんは桜、日本語で。お、素晴らしい、お二人とも、ひらがな上手。ということで、じゃあ、着ボイスはなしになっちゃいましたね。もう、花を待ちまねじゃあ、乗れるせぬんごんかい。一問だけだったら、まあ、まだ上げなくていいってことですか。아뭐죠이제뭘질문한거죠어려운거아닌데해주세요어려운거じゃないからやって差し上げたら素晴らしい하지상어일단하나맞췄으니까이제하나만남았죠아이만とりあえずこの桜だけが今正解したということにしました。まだ一つだけです。あの勉強はなしということなんですね。先ほどの勉強と学びというのは別のものと。はい、わかりました、了解しました。じゃあ続いてまいりましょう。続いては好きな食べ物といえば、お互いの食の好みご存知かな、どうかな、食べる暇もなかったかな。誰が好きな、自分が好きな食べ物といえば、ヒョンジュンさんが好きな食べ物って言えばおかしいか。じゃあ嘘すいません間違えた。じゃあ韓国の食べ物といえば、韓国の食べ物といえば、あ、代表的な、じゃあはい、せーの、ヒョンジュンさん何ですか。불고기。불고기、焼き肉。キムチチゲ。キムチチゲです。ああ、そうきたか。ああ、ヒョンジュンさん何か言いたそうですね今ね。あにゃにゃ、オプション。特に言うことないです。じゃあどんどんいきますね。続いて韓国の歌手といえば、韓国の歌手といえば、
かった。いいですね。おお。なんか今数字が見えた気がしましたけど。いっせーのーせ。あー。やっぱり。ということは着ボイス。ね、녹음은안하게됐지만。録音はしないということにはなりましたが。제호식사에서소민씨가트리플 S 라는건알게됐네요 네그런게있어요そうですね、録音は公式サイトにはしないということにはなりましたが、ソミンさんがファンクラブのことをよく分かっているということがここで分かりましたあれ録音やらないんですか。ああ、ま、後でね、相談していただいてちょっとどうなるか、ね、皆さんで見守りましょう。メンムンジェトナマンナヨ、いくつかまだ問題は残ってますか。ありますよ。그럼이번문제를맞추면은제가녹음하겠습니다맞추면요じゃあ今回の問題を2人で合わせられたら公式サイトに録音するということにしましょう。よし、じゃあどの問題にするか重要ですね。日本のアニメといえば真剣なソミーさん、難しい。難しいよね、難しい、本当に。あ、難しい。トゥピス、なんなんかな、あれトゥピス、オーケー。ヒョンジュンさんはアニメ大好きですもんね。たくさんありすぎて何していいかわからないんじゃないでしょうかね。トゥピス、さんはトゥピス、スリーピース。さあ、なんて書いたんでしょうか。では運命の回答をお願いします。あ、그걸하겠다고말씀하신거예요。あ、そういう意味だったんですかって。ワンモアタイム、もう一度お願いします。ワンモアタイム。じゃあ当たるまでやろうかな。장난스러운 키스 애니메이션이었죠。미안해요。そうだ、いたずらなキスもアニメがありましたね。そうですね。じゃあ次、ペクスンジョといえば、ペクスンジョといえば、難しいかな。いや、当たるまでやりますから大丈夫です。はい、書きましたか。せーの、どうぞ。はい、次いきます。大ハニーと書きました。じゃあ정말생각했습니다。私だけの独りよがりでした。いや、そんなことないです。じゃあ、おハニーといえば、おハニーといえば、どうかな、どうかな。ヒョンジュンさんのここで人柄が分かりますよね。なんて書くかな。일부러피해가시진않을것같아요。わざと避けたりはしないと思います。피해갔다가지금돌맞을분위기だ。いやいや、決してわざと避けたりっていうのはさっきもそんなつもりはなかったんだけどね。さあ、ではいきますよ皆さん、せーの、どうぞ。ペクスンジョ。はい、2人ともペクスンジョです。ヒョンジュンさん、ありがとうございます。ということはよろしいですか。後ででも相談していただいてね。ね、もう제가약속드린게몇개월이었죠。몇주안에올려드린다그랬죠。あの、車で私何ヶ月のうちにとか何週間のうちにって言いましたっけ。約束したさっき。그래요。그러면제생일때선물로내를。で、それじゃあ私の誕生日の時に皆さんにプレゼントとして。おお。근데이게정말필요하신건가요이게
제가별로할건없어요이거에서이제녹음합니다레코딩심었으면네이거이거근데그게괜찮으시면은더받고싶은게있으시면은한3개정도더올려주세요で皆さんでも本当にこれ必要ですかって私はただ本当にレコーディングしますって言ってあねえねえねえって言えばいいんですけれどももし皆さんがもっとこういうのも欲しいわっていうのがあればあと2つ3つはできるかとも思いますので寄せていただければと思いますありがとうございますまあ期限は設けてないのであのねいい時にでも今年の誕生日かなうんあ6月6日6日6日、ね、そうですね6月6日の誕生日の約束していただきましたありがとうございますキスが방영이안됐는데불구하고이렇게많은분들이열정적으로이타즈라나키스응원해주시니까더욱더방영되고나서의8월달이벤트가더기대되는것같아요8월달이벤트는약속드렸다시피오늘의발라드두무대말고새로운음악으로여러분들을찾아뵙겠습니다네이타즈라나키스많은사랑부탁드립니다정말기다리고기다려서드디어간신히한프로모션이끝났는데요너무너무아쉽지만또8월달에다시오니까또도쿄에서한번더뵙겠고요겨우와めっちゃ楽しかったです また会いよ会いましょう会いましょうまた会いましょうありがとうございました